4月15日、世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラのステージに3人の日本人青年が立った。生前の秘蔵写真、晩年でもオーラは健在。コジャニー北川氏が路上で、We are number underbar I。そう叫ぶと、挑発的なラップのスタイルから激しいダンスナンバーへ。会場が大いに沸く、圧巻のパフォーマンスだった。歴史的瞬間を見た、と思った。あの人は、どう見ただろうか。コーチェラはアメリカカリフォルニア州の南部に広がる大平原である。同じカリフォルニア州の西海岸、ロサンゼルスで93年前に産声を上げた、あの人。ジョン・ヒロム・北川荘、ジャニー・北川である。日本の芸能界を変革した伝説の男だ。誰もがその名前を知っているのに、誰もその姿を見たことがない。ついに一度もテレビ画面に出なかった。しかし、生涯ただ一度だけラジオ番組に出演している、15年1月放送、蜷川幸雄のクロスオーバートーク NHK ラジオ。ジャニーは窮地の蜷川幸雄を相手に気さくに語っている。そうして冒頭、一つの曲をリクエストした。ナレーターが紹介する。ここでジャニーさんの思い出の曲をお届けしましょう。世界各国に多くのファンを擁するスターを抱えるジャニーズ事務所ですが、50年前にも全米1位を獲得したかもしれない一曲があったそうです。64年にレコードデビューしたジャニーズ事務所の初代アイドルジャニーズは2年後の66年に本格的なダンスレッスンをするためアメリカに渡ります。その時ジャニーさんの友人であるドン・アドリ氏とディック・アドリ氏兄弟からジャニーズが歌ってはどうかと彼らが作った曲を渡されます。その曲を聴いた瞬間ジャニーさんは絶対売れると確信したそうですが、結局話が頓挫し、翌年別のグループが発表します。それがアソシエーションが歌った Never My Love。全米1位を獲得した曲です。そこでジャニー北川の発言が紹介された。本当はこれジャニーズの曲なんだよ。ジャニーズが全米1位になっていたかもしれない曲。視線の先には、故国、アメリカが、もしそうだったら、どうなっていただろう。歴史の大いなる、イフだ。Never My Love は、その後、フォーリーブス、72年、青い照彦、77年、少年隊、96年、らによってカバーされている。ジャニー北川にとって、生涯の漆黒となった曲なのだ。ことに13年、ABCZ によってカバーされたそれは、格別のものであろう。初代ジャニーズの誕生50年を記念した舞台、ジャニーズ伝説で ABCZ がジャニーズに扮して歌った曲なのだ。時にジャニー北川、82歳。死の5年前にして彼は半世紀も昔の青春の夢に回帰しようとしていた。ジャニー北川の87年の生涯とは何だったのか。彼は一体どこへ行こうとしていたのだろう。音楽家で批評家の大谷義雄はこんな発言をしている。早水健郎、矢野俊博共著、ジャニ研。原書房、12年間。それはジャニーさんが外国人だから。つまりそもそも日本に根付く気がない。おそらく未だに彼は日本のことを外国、もっと言うとアメリカの植民地だと思っている。ジャパンは彼にとってファンタジックなおとぎの国であって、いずれは夢から覚めてアメリカに帰らなくてはならない、と思っているんじゃないだろうか。わら、ジャニー北川はアメリカに帰らなくてはならない。これは暗示的な言葉である。結果的に、そうはならなかった。19年7月、87歳で死去。東京ドームで盛大なお別れ会が開かれ、さながら国民的に追悼された。ついに故国アメリカへと帰還することなく、遠い日本の地で永遠の眠りについたのだ。その後、一体何が起こったか。かつての偉大なるレジェンドは、人類史上最悪の性加害者と指断されている。そうして、ついにジャニーズ事務所は消滅するに至ったのだ。
ジャニー喜多川がその生涯の最後にデビューさせたグループ。それがキング&プリンスである。視線の先には、故国アメリカがもしそうだったらどうなっていただろう。歴史の大いなるイフだ。ネバーマイラブは、その後、フォーリーブス、72年、青い照彦、77年、少年隊、96年、らによってカバーされている。ジャニー喜多川にとって、生涯の漆黒となった曲なのだ。ことに13年、ABCZ によってカバーされたそれは、格別のものであろう。初代ジャニーズの誕生50年を記念した舞台、ジャニーズ伝説で ABCZ がジャニーズに扮して歌った曲なのだ。時にジャニー喜多川、82歳、死の5年前にして彼は半世紀も昔の青春の夢に回帰しようとしていた。ジャニー喜多川の87年の生涯とは何だったのか。彼は一体どこへ行こうとしていたのだろう。音楽家で批評家の大谷義夫はこんな発言をしている。早水健郎、矢野俊博共著、ジャニ研。原書房、12年間。それはジャニーさんが外国人だから。つまりそもそも日本に根付く気がない。おそらく未だに彼は日本のことを外国、もっと言うとアメリカの植民地だと思っている。ジャパンは彼にとってファンタジックなおとぎの国であって、いずれは夢から覚めてアメリカに帰らなくてはならない。と思っているんじゃないだろうか。わら、ジャニー喜多川はアメリカに帰らなくてはならない。これは暗示的な言葉である。結果的に、そうはならなかった。19年7月、87歳で死去。東京ドームで盛大なお別れ会が開かれ、さながら国民的に追悼された。ついに故国アメリカへと帰還することなく、遠い日本の地で永遠の眠りについたのだ。その後、一体何が起